はい、ワドツ。どうも。何なんだろうね。なんでこんなみんなノンタンに厳しいんだろう。タイトルがめんどくさいわ、こつ。何タイトルめんどくさいって。別にめんどくさくないでしょ、なんも。なんなの？なんなの？逆に。逆になんなの？本当に。なんでこんなにみんなノンタンのこと攻撃するの？なに、リスナーと付き合ったらダメなの？ノリコから来たスクショ送ろうか、ワドツ。いや、大丈夫だよ。別に、ダフ屋のことを別にそんな信用してないわけじゃなくて、なんでこんなノンタン嫌われるんだろうと思った。オフ会終わった終わった。マチルダいらっしゃい。ねえ。のびのびノンタン1年生懐かしいな。なんでノンタンはこんなにみんなにこんなに袋叩きにされてんのかよくわかんないんだけど。なんでなの？教えて誰か。付き合うのはいいけど、彼女出しゃばってないじゃん。別に出しゃばってなくない？出しゃばってないのに、出しゃばってるってなんか袋叩きになってて、かわいそうなんだけど。彼女ね。なんでそんなに俺の彼女叩かれてんの？いや、なんか、のんたんが今、すげえ袋叩きになってんだけど。知らねえ、金映えの彼女とかゲルゲとかも嫌われてる。なに、かわいくない？かわいくない？なんでこんな可愛い俺の彼女が、なんで俺、可愛いこんな俺の彼女が、女も抱けない無職ばかりだから、知らねえよ。のんたん47だよ。47で、オフ会ね、4時からだから、4時から結構やってたろ。2次会まで。おばさん？いや、おばさんでも可愛いじゃん。可愛いよね。配信に女関係ねえ。でしょ？関係ないよね。おばさんが若ぶるな。俺ちょっと酔っ払ってるかな。若干頭が痛い。可愛くない？なんでそんな俺彼女叩かれないといけないの？お前の配信に女いらない。いらないかな。47だけど。ねえ、リスナーと付き合ってもいいよね、愛かね。そうだよね。え、みんなはありなの？なしなの？生主が配信者、自分のリスナーと付き合うのはありなの？なしなの？え、なに？ミユルと付き合ったらみんな賛成？いや、ノンタンを批判したいんじゃないんだよ。うざいと思っただけ。あー。要は女が出しゃばるなってこと？モハメドって何？付き合うのは全然モハメドだよ。モハメドの意味がわかんないんだけど。寄生虫？配信とは別だろう。いや、別じゃん。なのに今、袋叩きにされてんだよ。ありだけど、ノリコはダメ。え、何？じゃあ、ノンタンが嫌いってこと？単純に誰と付き合ってもいいけど、ノンタンが嫌いってこと？ダフ屋は。裏でやれ。裏でやってんじゃん。裏でやってんじゃん。ありなんだ。あ、モハメドありってことか。そういうことか。アスペにはわかんないわ。お前彼女できると放送、俺だって彼女いたことなんか配信でなかったじゃん。配信なかったじゃん。放送に出てねえじゃん、彼女。何？俺の彼女がいい女だから羨ましいだけだろ、正直。いや、最初はだからほら、生主としてのキャリアなかったから。全然わかってないかな。ネタじゃないよ、全然。俺本気だよ。俺、本当に彼女とトゥルーラブしてるよ、トゥルーラブ。サンスケ、ワドーにノリコはもったいねえ。放送にチラチラ、しょうがないじゃん。横山緑の凸はワドーのためだってさ。めっちゃ可愛いじゃん。超惚れるんだけど。めっちゃいい女じゃん。結婚したら認める？いや、それはさ、結婚はさ、彼女と俺が決めることだから。俺は別に彼女と結婚してもいいけど、配信の話題に出すなってこと？なんで？なんでこんなに俺の彼女叩かれてんの？よくわかんねえんだけど。
前頭部の毛根が瀕死じゃねえのか。いや、その話してねえわ、今。彼女の話だよ。けなげで可愛いよね。え、ぶっちゃけ、もう最高の女じゃないの。金は取るよ。金は取るでしょ。うん。普通に和道と年の差そこまで見えん。のりこが若くてお前が老けてる。そうだね。のんたん童顔だからね。うん。47だね。うん。力屋さんみたいになる？ならねえよ。彼女からいくらもらってんだよ。それは言わないよ。うん。言う必要ないでしょ。恋愛だから。うん。恋愛、俺らのプライバシー、プライベートの問題だから、俺らのプライベートな問題に関わらないでほしいね。俺がいくら彼女から金もらってるとか、そういうプライベートなことは言わないでください。うん。土地、家もぶんどるの。いや、それはぶんどりますよ。うん。おでこ大きくなった？そう？変わんないでしょ、あんまり。恋愛は、金銭の関わりあると思うよ。友達にもなれないし、友達になる気も起きない。わかったよ、じゃあ。わかったよ、もう。わかった、わかった。うん。要は、俺のノンタンが可愛いから嫉妬してるのね。わかったよ。うん。わかった。お前らの嫉妬はよくわかった。俺の彼女が可愛いからって、うん。わかったよ。うん。そっか。そういう結論ね。じゃあ分かった。もう約束する。彼女の話題はもう出さないよ。彼女の話題はもう二度と出さない。それでいいんでしょ。もうプライベートな俺の彼女とのトゥルーラブはもう配信には話題に出さないで OK。二度と出さねえわ。二度と出さねえわ。うん。二度と出しません。分かりました。はい。うん。嫉妬だろうね、これ。嫉妬だろうね。いや、顔出さないよ。もう二度と出さないよ。ノンタンとの恋愛はもう聞かれても二度と話さないからな。俺とノンタンのラブラブ配信に行け。可愛いでしょ、普通に。普通に可愛いでしょ。だってみんな嫌いだって言うんだもん、ノンタンのこと。ノンタンのこと嫌いなんだって。うん。いや、ネタになるとか思ってないよ、別に。体は和道、金銭は香川プロに提供するって言い出したらどうすんの？別れるよ、うん。そんな、香川プロとか名前出てきたら俺は別れるよ、正直、うん。緑の嫁は自分から出たがらない。そこが違うとこ。あ、パンダさん？うん。嫌いとは一言も言ってねえ。出したらそのうち叩かれるだけ。わかったよ。いや、だって可愛いじゃん。むしろ、今度からこれで配信しようかな、俺。これ、可愛くね？分かったよ。もう彼女出さねえよ、二度と。彼女出さねえよ。分かったよ。うん。お金は香川って言われたら別れる。別れるでしょ、それは。可愛いよね、普通に。普通に可愛いよね。うん。いろいろきつい。きついか？普通に可愛くねえか？俺、普通に可愛いと思うけど。うん。サイコパスが多いから気をつけろ。うん。え？じゃあ、彼女何点？彼女何点？正直。正直、彼女何点？俺100点なんだけど。可愛いよね。100点満点でしょ。57点。低いな。36点。3点。20点。え、じゃあ、お前らは100点の女と付き合ってんの？ねえ。72点。俺、え？点数つけない？2点。44点。低くね？低すぎない？いくらなんでも。もっとあるだろ。お前の頭皮は20点。俺の頭皮の話したい今。俺の頭皮の点数聞いてないんだけど、80点もあるよね。いや、これすっぴんだよ。これノーメイクでこれだよ。ノーメイクでこれだよ。ノーメイク。ノーメイクでこれは100点でしょ。シャックンはこつ。目が怖い。人に点数つける時点でない。男性が17点、女性が78点。55点、目が怖い、うん。姉ちゃんいらっしゃい。幸せで心が安定した和道なんて、テント忘れたキャンプと一緒なんだよ、和道。死活問題って意味ですね。写真は？修正してないよ、これ。
だって俺の方修正してないじゃん。人の女に興味ねえ。ワド、30分黙って配信してみろ。それ配信成り立ってねえわ。うん。点数つけてる時点で遊んでるお前は、ババアにしか見えない。お前に安定を求めてない。この人絶対ボーダー、病院行かせた方がいい。両方男だと思った。全部抜いちゃえよ、残りの毛。ワドの方が可愛い。ちょっとこのコメント面白いな。ワドの方が可愛いな。正面から見たら多分27点ぐらい。うん。なんだろうね。なんでこんなに叩かれないといけないんだろう。俺の可愛いスイートスイートハニーを。嫉妬だよな、多分。これは間違いなく嫉妬だわ。ボーダーってなんだっけ？境界性人格障害とかじゃなかったっけ？確か境界性人格障害だと思うよ、ボーダーは。うん、まさかこんなにぶったたかれると思わなかったわ。え、なんで叩いてんの？なんでこんなに彼女のことを叩くの？叩かないでほしいんだけど、俺のスイートスイートハニーを。可愛くね、正直。ゲルゲと一緒か。やっぱ配信者の彼女は叩かれる運命なのか。誘導？何の誘導？何誘導って。何の誘導してんの？俺そんな、何の誘導？何の誘導もしてないよ。のんたんいい子だよね。のりこってやたら大手でコメントしてるな、ミーハー女。だってニコ生古いもん。もう7年ぐらい見てるもん。ワド、彼女を守るために小さいテントとライト用意した方がいいよ。どういうこと？もう全然よくわかんねえわ。オフ会楽しかったよ。オフ会楽しかった。オフ会全然楽しかったね。出しゃばってないよ、全然。むしろ、三歩後ろから引いてる系だね。配信に一切口出されたことない。うん。配信に一切口出されたことないっすね。うん。のんたんの親父仕事何してんの？知らない。全然わからん。朝から嫌な内容の DM を平気で送るからじゃない？私体調悪いって言ったよね。何？だって俺その DM の内容知らないもん。何その。え、何？ダフ屋のツイッターの DM になんか嫌がらせメールが来たってこと？そんなことしないでしょ。ノンタンは。いや、だから映さないよ。わかったよ、もう。わかった、わかった。うん。わかった、映さないよ。朝から嫌な内容って何？どんなこと送られるの？あ、嫌な、どんな嫌がらせがあったの？うん。それ俺知らないもん。そんな嫌がらせ DM が来たとか。そんな知らない、全然。のんたんそんなことしないと思うよ。何？どういう内容の嫌がらせが来たの？のんたんは色白美人だね。勘違いするなよ。のりこ嫌いなんじゃなくて、配信に彼女は出さん方がいい。あー、そういうことか。あー、そういうことか。なるほど。のんたんを個人的に嫌いなんじゃなくて、配信かける彼女が相性悪いってことか。そういうことか。じゃあもう、のんたん出さない方向で行くか。うん。そうだね。うん。はい、のんたんいらっしゃい。まこつ。のんたん大丈夫だからね。普通にコメント打っていいんだよ。うん。ねえ、出しゃばってないよね、のんたんね。うん。のんたんいらっしゃい。お前は世の中の嫉妬と嫌がらせ知らないアホだと思わなかった。うん。ねえ、のんたん全然出しゃばってないよね。
のんたん出しゃばってないもんね。個人的にはみんな和道が嫌いなんじゃないかな。のりこは大丈夫。てか、俺はのんたんの芸術が見たい。のんたんが描いた絵見る？のんたん描いた絵あるよ、一枚。見せようか。これがのんたんの描いた絵。出しゃばってないよね、のんたんね。のんたん全然出しゃばってないもんね。うまくね。これがのんたんの描いた絵だね。いや、のんたん来るかどうかわかんない。知らん。知らん知らん。これは地図だね。のんたん来る？いつでも来ていいかんね、のんたんね。これは新宿の地図。新宿の地図だって。うん、すごいよね。新宿の地図を描いたらこうなったんだって。うん。のんたんと同棲したいなぁとは思ってるけどね。のんたんと一緒に住んだら、ちょっと幸せだなぁとは思うけど。うん。和道グッズよりのんたんの絵の方が欲しい。ふざけんなよ、ほんとに。ふざけんなよ、マジで。頭痛くなってきた。女洗脳なんかしてないよ、全然。うん。生活保護は止まるだろうね、多分ね。うん。生活保護は止まるだろうね、同棲したら。止まりますよ。でも俺は彼女と一緒に生活ができるなら生活保護止めても俺は構わないと思ってる。長すぎて貼れないから LINE しましたよ。LINE？ 見てみようか。のんたん料理できるけど俺の方が美味しいね。これ、さらしていいの？これ、さらしていいの？ダフや、これ、さらしていいの？足利は別に通えるよ。生っぽ関係ねえもん。乗り越し次第。いや、じゃあ、のんたんが探して、さらしいって言うならさらすよ。さらすじゃあ。俺文面さらしていいの？さらすよじゃあ LINE。その、じゃあこれみんなに判断してもらおうよ。じゃあみんなに判断してもらおうよ。なんか、カオコっていうリスナー、ダフヤって今呼んでるリスナーがいい、女の子のリスナーがいいんだけど、朝、のんたんから嫌がらせのメールが来たんだって。それさらします。二人とも OK もらったから。ちょっと重てえな。ちょっと待ってね、重たい。行くよ。見えてる？見えてたら手挙げて。見えてる？見えてる。これが朝来た DM なんだって。のりこです。かおこさん、体の具合はいかがですか？この度は多くの心配とご迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳ございませんでした。謝罪およびお見舞い申し上げます。謝罪およびお見舞い申し上げます。まあ、ここまではまあいいでしょう。かおこさんとはいろいろ意見の食い違いがあるかと思いますが、横山みどりさんに電話とつということは、どんな内容であれ、和道さんの名前をいろいろな配信で出すという目的であり、
暗黒放送というものはニコ生雑談配信のトップの配信で、電話がつながるだけで奇跡的なことです。暗黒放送で電話とつまちをしているということは、暗黒放送でネタに困っているちょっとここ面白いな。暗黒放送でネタに困っている状況なので、横山みどりさんにしても暗黒リスナーにしても、配信者の、裏話的なエピソードは盛り上がるんです。ちょっと面白いな。横山みどりさんが和道さんにわっさんと呼んでくれたことも大きな収穫だと思っています。俺の彼女痛いやつじゃん。俺の彼女めっちゃ痛いやつじゃん。横山みどりさんが和道さんにわっさんと呼んでくれたことも大きな収穫だったと思います。ちょっと面白いなこれ。痛いやつだな。私は常にリスナーとして客観的に配信を見ています。ツイッターに和道さんと、面白いなこれ、お付き合いしているということを書くだけで、大手配信者にコメントしたとき、のりこイコール和道と関連付けするためです。ツイキャスではお世話になったぬす。これはうぜえな、いきなり来たら。これは DM で朝いきなり病んでるとき来たら確かにうぜえな。ちょっと面白いなこれ。私は常にリスナーとして客観的に配信を見ています。ツイッターに和道さんここ読んだね。ツイキャスではお世話になったぬしさんや大手さんにお茶やコインを投げたり、ツイートで拡散したり、地味ですがコツコツ活動をしています。めっちゃくちゃ出しゃばってて面白いな。めちゃめちゃ出しゃばってるな。面白いな。和道さんは知名度があるので、いつ大手になってもおかしくない人です。今大手が外部で配信してる今は大きなチャンスです。今回ヒカルくんとの配信は大事な接待だったこともあり。まあ面白い。翌日がどうのこうのとか、アシカの仕事とか以上に重要なことだと思ったので、何が何でも翌日起きて会社に行く必要はないと判断しました。これからも意見の食い違いはあるかと思いますが、よろしくお願いします。みたいな。これはあれだな、痛い彼女だな、これはな。うん、面白いじゃん。でも別になんか悪口言ってるわけじゃなくない？どう思う？別にこれ、別に、カオコにこれを送ったの嫌がらせだと思わないんだけど。ノリコ面白いじゃん。どう思う？別になんか嫌がらせだと思わないと思うけど。どう？嫌がらせに感じた？みんな。どう思った？俺は別に嫌がらせだとは思わなかったけど。まあ確かに病んでる時に朝一でこの文面はちょっと胃がもたれる感じはするけど。ちょっと重たいな、みたいな。なんか、クリエイターなんてフレックスだろ。別に嫌がらせではないと思うけど、ちょっと胃が重たくなる感じはあるね。どこが嫌がらせだったの、ダフや。なぜ突然送るのさ。これ面白くない？俺突然送られてきたら爆笑するんだけど。アッパーヘブ、ニコ生サイコパスの 99%、ツイキャス全人ふりして 97% アフリカ TV、97.5% 略奪つない。当たり前の時代に勇気あるわ。全然意味がわかんないわ。どういうこと？でも別にカオコのことをディスってるわけじゃなくない？カオコがなんで切れたのかがよくわかんなかった。痛いやつだとは思うかもしれないけど、なぜ怒ったのかがわかんない。どういうことなんだろう。何なんだろう。別にカオコのことをディスったとは思わないかな。ただちょっとなんか、和道愛が強すぎるとは思うけど。確かにこいつ痛いなって、和道大好きだなっていう、なんか、独特の、なんか闇将軍張りの痛さはあったよね。ちょっと面白いよね、姉ちゃんね。ノンタン配信してほしい。あ、まあ、鬱陶しいって思うのはわかるかもしれないけど、なんか朝嫌がらせのメールが来たっていうのは、ちょっと嫌がらせとは俺は別に受け取んなかったけどな。ただ、私に言うことかっていうのはわかるかもしれないけど。寝起きで脂っこいステーキ無理やり食わされてる感じ。あ、それはあるね。彼女がこんな DM 送ったらあかん。いや、俺は結構、面白いと思うけど。
だってお前らのツイッターにこの DM 来たら絶対爆走するぞ。お前ら朝一で目覚めて、あれって、あれなんだこれ、和道の彼女かなつって DM 見たらこの文面送られてきたら面白くない？ちょっと香ばしいなって思うぞ。うん、昼ならいいんだ。仲良くもないのに送らないでほしい、うん。調子悪い時に来たから、はあ、彼女のキャラを知らない人がパッと見たら小馬鹿にされてる感じに見える。はあ、いやなんかね、もうずっとね、なんかケン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 してるんだよね。なんかグループラインで、なんかことの発端は、ことの発端は、カオコが、私、ノリコさんと付き合う前、和道さんに口説かれてたもん、みたいなことから始まってんのよ。和道クラブっていうグループラインがあって、ことの発端は俺それだと思うの。カオコがいきなりなんか私、ノリコさんと付き合う前、和道さんに口説かれてたもん、みたいな。エッチしようって言われてたもん、みたいな。そっからすげえ喧嘩してんの、こいつら。うん。そう。そうそうそう。だから、俺は結構どっちもどっちなんじゃないかなと思ってるけど。うん。どっちもどっちだと思ってるから。正直めんどいかな。あのね、ていうかね、カオコもノンタもキャラが強すぎるんだよ。結構。この裏にある女のごちゃごちゃ？俺はそうだと思う、正直。要は、カオコが、ふん、私、和道さんに前、口説かれてたし、みたいなのを送ったことによって、のんたんがキーってなって、朝 DM 送ったんだろうね。いえ、私別に、みどりさんとの連絡はこうですけど、みたいな。ああ、俺ね、のんたん別れたら絶対ガチアンチになると思う。とんでもない爆弾抱えてると思ってるよ、俺。うん、3P するか。もう 3P しよう。和道さん少ないですが気持ち振り込ませていただきました。彼女と美味しいご飯食べに行ってください。応援します。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。昼間も2万振り込んでもらったからね。本当ありがとうみんな。ありがとうございます。昼間も2万もらったんだよ。しねえとか言って。しないしない。冗談でしょ。和道に口説かれたなんて恥ずかしいこと。いや、俺を飲んだんと俺相思相愛だもんね、飲んだ。俺ら愛し合ってももんね、ラブラブだもんね。うん、ま、え？彼女が和道さんを起こさないことが問題だったの。だって起こせって言ってないじゃん、そもそも。うん。うん。なんなん、こんなの。おい、お疲れ様、ミュールいらっしゃい。ミュールありがとうね。お菓子さっき食べたから、前の。ラブラブだよね。ラブラブ放送で何が悪いの？何が悪いの？めんどくせえな、ほんと。はぁ。ミュールめっちゃ可愛いよ。生ポ芸人これだけすり寄ってくるとはまさに救世主候補。本命のミュール。いや、そういう本命とかマジでやめてほしいんだけど。うん。配信者になればよくね。いやー、なんかやだかな、なんか。ノンタンが配信者になったら、なんか男が寄ってきそうでやだな。嫉妬するからやだ。たらい回しに起こす人を探すことがおかしい。そんなの彼女がやればいい。違う違う。だってそれはさ、勝手に和道クラブで勝手に始めたことじゃん。誰かに責任なすりつけるのが良くないよ。勝手に始めたことじゃん。誰もお願いしてないんだもん。俺潰されんの？あ、次枠行きます。次枠行きます。お疲れ。取り寄つ。なんかな、なんかな。
とりあえず